さあ、岡山といえばこの人ですよ。じゃん。運転中なので喋りませんが、そう、急切れ魔人こと湯山勲にフィリアードのピースをねもらいにやってきました。東郷期待です。まあ一応、まああともう一つ二つあるので、ああじゃあ全部ぜひぜひ、はい、教えてもらっていいですか。流行りのドローブレイク。ドローブレイク、はい、ドローブレイク。うわ、完璧だ。何これ、もうアソリじゃん。え、これ、ま、ヨアリムさん、これ毎回できんの？これは、まあ、あの、結局、一応このタンクッションの選択権狙ってるんですけど、はい、要は間違えて、チョークッションに入った場合でも、はい、スピンでこういう風に一番と手玉がこう分離していくブレークですね、はいはい、なんでこういう形になりやすいというブレーク。じゃこれが ほぼできたら 20連もすぐらいできますよ、これ。まあそうですね、はい、すごい。じゃあそれやります。お願いします。わかりました。あれね、右下っていうより右のスピンで、右のちょっと下のスピンでこういうなだらかにあの行ってるんです。これボールの食いちゃうとどうですか。一緒に一緒でいいですか。はい、一緒です。じゃあボール1個ぐらいですね。はい、で厚みはどこになりますか。厚みは先ほどはこっちだったんですけど、若干もうちょっとだけですか。もうちょっとだけ中に入れる、はい、でも本当もうこっちでもこう流れてくるの、はい、いいね。で、どうってるの。右下です。右下、右下です。で、こう今こう来たんですか。そうそう、それでこっちに入ってこんな感じですね。行きましょう。おお、いいですね。そんな感じです。お、引けすぎ。そうですね、あんまり後ろつかなくていいんですよ。あの右のスピンがかかってたらなだらかにこう、なるほどなるほど、なるほどなるほど。今じゃあ引けすぎってことですね。引けすぎです。今回1トライです。はい、けど悪くは悪くない。悪くない。さっき引けすぎましたもんね。そうですね。で右の方がいい。右のスピン多めがいいです。はい。右下っていうのはほとんど右じゃん。ほとんど右です。
厚みはそこらへん。これだと薄すぎるか。そうね。だからこっちに来てもいいんですよね。そう、こっちに来ても、うん、こっちに来ても、こっちに詳しいよ。こっちに来たらすごく、これもかっこいいブレードになりますよ。あ、これやん。そうそうそう。そうそう。これはもう一番に対して、こっちが来るんです。うわ、うわ。そうそうやば。でも絶対に一番がこう来て、はい、手玉がこう交差するブレイクになるんですね。はい、なのでちょっとかっこよくない。そう、今のはだからこう走らせようと思ったんですけど、そうそうそう、厚みがちょっと厚かったんですよ。はい、けど、こう来る。そうですね。今ね、グッドオープン。この辺りでこう手玉とこう他の球が当たらないんですよね。はいはい、このブレイクだと。はいはい、なんでまあ有効性が高いかな。すごい、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ナインボールのブレイク。ドアツで打つバージョンと、これは右ひねり。そうですね。で、若干引く。そうですね。引くというよりも、なんか勝手に戻ってくるんですよ。そうそう、スピンでこう戻ってくる。はい、若干の下ですね。はい。試してみてください。いいね。これいいんじゃない？